はいどうも、藤子チャンネルです。新女神転生5やっていきたいと思います。さあ今回は有名作品ですね。新女神転生シリーズですね。僕は、本作なんかこの新女神転生はやったことがない、あるかな、でももう覚えてないですね。絶対にクリアはしてないです。ちょこっと触ったことがあるぐらいで、ちゃんとやるのは初めてです。で、派生作品のデビルサバイバーっていう DS で発売された作品があるんですけど、その作品については、何週かしてねやったことあるんですが、この新女神転生については5で初めてです。やってみたいなと思ってたので、今ねちょっと手を出してみるので、よかったら最後までねお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。それでは早速やっていこうと思います。はい、ゲームの難易度選択します。難易度はバトルの、ね、難しさに影響し、ストーリー内容には影響しません。そりゃそうですよね。ただし難易度ハードだけはここでしか選択できない特別な難易度です。なんか違いあるのかな。さあどうでなりますか。カジュアル、まあ、手頃な遊び応え、ノーマル、十分な遊び応え、ハード、危険と苦難に満ちた難易度です。並大抵の遊びで満足できない方におすすめです。まあでもここはね、初心者なのでノーマルでいきたいと思います。はい、ノーマルでいきましょう。さあちょっとね、どんな物語かっていうのもね、全然わからないまま始めるので、よかったら見ててください。まあこの先ね、当然ですが、ストーリーのネタバレありますのでね、ご注意くださいね。で、ゆえって規約に書いてありました。規約はちゃんと読んでやるタイプです。うつせみの常なき見れば世の中に心つけずて思うひぞ大き万葉集。詳しくないのでよくわかりませんけど。おっと、品川だった。これはあのニュースでよく見たそこですね。品川のコンコースでしたっけ。あ、現代東京っていうのが舞台ですかね。すごい、全員目がない。遥か昔、神により作られた秩序の世は神のしもべたる天使たちにより正しく導かれていた。まあデビルサバイバーやってるので、なんとなく悪魔を使うっていう、悪魔を使って戦うっていう情報は知ってます。健やかに繁栄していた。派手な学ランやね。あと何その髪型神の世。でも顔があるってことは、きっとメインので使用するキャラクターたちなんだろうな。神の生み出した清らかなる流れも、人の営みの中でいつしか淀み、よう腐らせる。顔グラがあるキャラと顔グラがないキャラがいるのか。おっと、なんかね、舞台は学校だっていう話だったね。何これ、縄委員学園、なんて読むのあれ。そのうちに読み方出てくるかな。おっと、これも顔グラリだね。無常なるこの世の中で知恵を得た人間たちがいかに歩む、そしてムクロとなるか。こいつがなんかよく出てくるな。こいつが主人公かな。新たな王の生まれるその日まで、ゆっくりと眺めさせてもらうとしよう。なんて個性的な髪型で。なんでそれ、どこで切ってもらってんの。おしゃれ美容室でこんな感じにしてくださいっていう感じなの。いいか、よく聞け。先日配布された端末にまだ登録をしていないものがいるようだ。ほう。おお、最近の学校っぽいね。今のうちに登録を済ませておけ。なんか僕らの時代なんてね、こんな持ってきちゃいけないもんだからね。今はタブレット使ってやっぱ授業とかやったりすんのかな。お、名字、名字を名乗るってことは名前を名乗らなきゃいけないってことか。
じゃあちょっといつもなら藤子でやるんですけど、藤代でお願いします。いやいやおかしいね。ちょっと考え直します。はい、名前決まりました。前髪ななみくんで。言いづらいな。前髪はい、決まりました。前髪ななみくんでいこうと思います。いやいや、やっぱね、見た目の特徴ちょっと踏まえてね、名前をつけてあげましたので、前髪斜めと言います。もう噛みそうで仕方ないですが、よろしくお願いします。それからもう一つ、最近物騒だから必ず集団で寮まで帰るんだぞ。この学校は寮生の学校なんですね。ホームルーム、ほら前髪ガタガタじゃないですか。前髪斜めくんですよ。ありがとうございました。おしゃれな制服だね。何、花のあれ入れ墨、服に入れ墨でも入れたのぐらいなおしゃれさだね。そう、集団で下校が推奨されてるようだ。教室の中で一緒に帰る相手を探してみよう。そんな、もうほんと転校生みたいなことやってるな。左下に周囲の情報が知らせるミニマップね。はい、近づいて、さあ話せる人が、あ、3人いますね。どれも顔ぐらいがいないね。とりあえずじゃあ手近な人から話しかけてみましょう。ねえねえ、はい。もう女子生徒 C って名前すらないわ。学園の有名人って言ったらやっぱりゆずるくんよね。お、羽生ゆずるさんですか。これ聞けるのか。 B 組の熱田ゆずる、まあ確かに学園一の主催だよな。でも女子なら磯の上太鳳ちゃんだろ。文武両道、性格よしって最高じゃん。あのね、ちょっと私と太鳳ちゃんを比べてるでしょ。話に夢中のだ。この生徒とは一緒に帰れそうにない。悲しい。見向きもしてもらえない。話しかけたのに。じゃあこっちの男の子は、なさっき隣のクラスの残念くんの太宰一郎に何を言われてたんだ。ああ、太宰動画配信始めたんだってさ。そんで通り魔事件があったトンネルのこと聞かれたんだ。姿なき通り魔事件ってやつか。犯人って何者なんだろうな。その犯人とトンネルの謎に迫るんだって。太宰張り切ってだよ。なるほどね。こいつらにも無視か。ひどいな。さあどうやら今通り魔事件ってのが発生してて、危ないから集団で帰れよって言ってるのかな。じゃあこっちの人たちに話してかけてみよう。ね、ちょっと、物騒な事件といえば、後輩の1年生女子が駅のそばで黒い影に襲われたんだって。黒い影って何よ。本人がそう言ってたのよ。何でも黒いモヤモヤした塊だったって。そのモヤが触れたカバンが刃物で切り裂かれたみたいになったって。何それ、わけわかんない。はい、というわけで無視されましたね。ミニマップに、んなんだあれが表示されることがあります。その場所でメインストーリーが進行します。じゃあメインストーリーを進めたいときはそれに向かっていけばいいのかな。あ、ここかな。何かな。え、一緒に帰れないかって。集団下校なんて面倒だろ。俺は一人で帰るつもりだぜ。相手がいないならお前も一人で帰ればいいんじゃない。確かに。じゃあ一人で帰りますか。前髪斜めも一人で帰ることにした。主人公喋んない系か。主人公のボイスは入ってないっぽいね。まあ名前がないってことは大体ボスが入ってないか。いや、君は一人か。呼ばれてるな。誰だお前。あ、熱田譲る。なんかさっき噂になってた人だね。今集団下校が推奨されているだろう。よかったら僕らと帰らないか。お、おお、女子もいるね。何これ。あー、こんな風に出てくるんだ選択肢。え、別にいいけど、まあちょっと相手も探してたし。あ、ゆずるくんたち、こっちこっち。ななめくんってちゃんと呼ばれてる。でこちらが、あの磯の上太鳳ちゃんね。さっき噂に出てたね、文武両道で性格よしって。でそちらは、こんに
ちは先輩。出た後輩キャラ。アツタ・ミヤズ。あ、これ今日姉妹兄弟なのかな。さっきのゆずるくんの妹かな。ミヤズちゃんは彼と知り合いなの。ああ、どうなの。僕とミヤズが一緒にいるとき、彼と何度か会ったことがある。ああ。そうなんです、タオ先輩。あ、そういえば高校3年生っていう設定だったな、確か。お姉ちゃんがいて安心だね。ああ、はい。僕ら家族は二人きりだ。それに、兄が妹を守るのは当然だろ。お、訳あり一家。シスコンか。その通りだね。それじゃあ、みんなで帰りましょう。はい、というわけで帰るのかな。今のところまだ自力でほとんど動かせてないけど。お、ワールドマップ。これさ、なんて読むの。縄印学園なの。お、調べてきました。上院学園って読むんだね。はい、じゃあ続きいきましょう。上院学園高等科学生寮が存在し、生徒はすべてそこで生活しています。なるほどね、全寮制なのね。登下校には品川駅の連絡通路が最短ルートの通学路として利用されています。寮へ帰るため品川駅西口に向かいましょう。これこういう感じか。これ何、会話できんの。忙しそうですね。はあ、最近何かとぶっそいよね。ああ、まあこういうちょっとした会話がここで聞けて、で、あ、ここにもいるね。うん、最近変な事件多いじゃんって。そう、どこ行く。そっちは、ああ、一緒に行動してるから怒られるんだ。じゃあ駅に行けばいいんだね。そう、オープニングで見た連絡通路だね。そういえばタオ先輩、相談したいことって何ですか。あ、最近ね、不思議な夢を何度も見るの。遠くから誰かが私のことを呼んでる声が聞こえてきて、それが次第に近づいてきて、間近で聞こえた瞬間目が覚める。そんな夢が毎日続いていて、相談というか誰かに聞いてほしくなって。誰か夢占いとかできるやついないの。夢は不安などの心理状態が影響する。進路のことで不安でもあるんじゃないか。もう頭良さそうだな、ゆずるくん。なんだあれ、警察。何かあったのかな。そうみたいだ。すまないが少し様子を見てくる。駅の向こう側に行けなくなってるってことだよね。はい、校内調べてみましょう。え、惨殺事件。なんでお前惨殺ってわかるんだ。おいおい、通路全体がブルーシートで覆われている。通り抜けできそうにない。おい、え、誰か食われたらしい？猛獣か？ん？さっきチラッと見たけど、すげえ血だったぞ。保存保存、これ絶対バズるやつだ。死体は流せないよ。事件が起こったようで、野獣馬がざわめき立っている。これもうこれ進めねえじゃん、これ。あ、駅員さんいる。すみません。校内で事件がありまして。はい、通行止めになってますよ。あれ、出れる？あ、出れないか。先輩、どうした宮津。さっきお兄ちゃんが戻ってきたんですが、電話をしながら駅の外へ走って行ってしまいました。はあ。そしたらタオ先輩にも電話がかかってきて、静かなところでかけ直してくるって。なんだあいつら、勝手に集団行動できないやつらだな。先輩、お兄ちゃんの様子見てきてもらえませんか。え、一緒に行こうよ。私だけ心配されてるけど、私だってお兄ちゃんのこと。一緒だね。よし、任せとけ。ありがとうございます。どっちにしろ行くんだな。もう少しここでタオ先輩を待ってみます。あ、そうかそうか。
タオちゃんも帰ってくるかもしれないしね。ん？これなんか、下ミニマップで見ればいいのか。いいですか？品川水族館の話にはなってるんだね。基本的にはザ、なんか独り言みたいなやつばっかだね。ほとんどの人が飛び散った血や食われた死体に目を奪われてるけど、そっから飛び出た黒い影に誰も気づいてない。あ、でもメガネの男子高校生が黒い影を追いかけ走ってったな。え？そんなのあんの？これ見えてんの？見えてないけどな、多分。シートの向こう側は血だらけ、ひどいやらさまだった。見てきたんだな、お前は。あとか、でもこれちゃんと視点切り替えできるな。こうだな。視点回せばいいのか。よし。わあ、もうセーブとか入れられる。はい、前髪斜めですよ。あれ？あ、こっちか？え？ストーリー上こっちになってるね。あ、メガネの高校生ならそこのトンネルに入っていったよ。にしてもこのトンネル、薄暗くて気味が悪いんだよな。じゃあ、メガネのゆずるくんを追いかけていこうか。あ、高輪トンネルってこの下を、線路の下をくぐるやつ、ところか。そうか。こっちに行かなきゃなんないから不便だって言ってたのか、みんな。お、何？田山？あ、YouTuber やってる。このトンネルの YouTuber だ、YouTuber。化け物を見たという噂があります。ああ、こいつか、太宰一郎って。いかにもって感じのやつだな。天井すっごい低いわ。奥は暗いです。なんかやばそう。いいね。いい語彙力してるよ。やばそうとかいい語彙力してるじゃん。1.5 メートルはね、ほぼみんなかがまなきゃいけないね。いよいよ奥までがっつり攻略しますね。これはなんかいそうな雰囲気が。本当にいいんじゃねえの？ここで何をしてる？おお、地震か？いや、地震か？いや、ここの地震やだな。こんな天井すぐ崩落しそうだし。お？かつてどこだ、ここ？人という生き物が知恵を持つ遥か昔の話。世界を滑る王座に法の神がついた。そして他の神々が王座に近づけぬよう彼らから知恵を奪い取った。この語りは一体誰がしてるんだろう。知恵を失った神々は悪魔となり、奪われた知恵は知恵の実として楽園で管理されるようになった。ほうほう、これが後々なんかあるのかな。一匹の蛇が楽園に現れ、人を誘惑した。この楽園にある知恵の実を食べる。蛇の狙いは再び神々の争いを引き起こすことであった。利用されているとも知らず、各世界の人たちは楽園の実を一斉に食べてしまった。食べた知恵の実は魂と結びつき、人は神に近づいた人間になったのである。それを知った法の神は激怒し、人間は楽園を追われた。
人間よ、知恵を得た魂を持つ人間よ。悪魔はお前たちを狙っている。そのことを忘れるな。なんか夢を見てましたね。なんか新女神転生5っていうロゴが見えました。そして誰かが語りかけていた。はい、というわけで、おっと、どうしたどうした。なんか砂だ、品川に砂ねえだろっていう。これは、わ、天使っぽい。あいつじゃん、太宰くんじゃん。なんということか、この地に人間が紛れ込むとは。天使っぽい悪魔なのか。ここは人間の立ち入って良い場所ではない。故に貴様は外に連れ出してくれる。混沌の悪魔ではなく、大天使に導かれし我らベテルと出会えたことを感謝せよ。天使らしいけど。安全な場所までお前を搬送する。怖え天使だなこれ。はい、というわけで、これはどっか迷い込んでしまったのかな。砂漠、砂、砂漠なのか。でも上のなんか狭いところは変わらないね。それはまあ絶望するわな。なんだここってなるよな。なんだこれ、悪い夢でも見てるのか。さっきの夢の続きであってくれればいいんだけど。お、立ち上がった。うわ、完全になんか砂漠だね。これは東京砂漠というやつか。何度見ても辺りは砂で覆われている。どうやら夢ではなさそうだ。それは夢だと思いたいよな、こんなのな。少し先へ進んでみよう。いやいや、夢だと思いたいよなこれさ。でもさ、あ、調べる。トンネルは激しく劣化し砂に埋もれている。あ、一応これこっから察するに、これ身長さ 1.5 メートルない気がするんだけど。いけるだろこれ。縮んだか急に。さあ、まあでもさ、先に進んでみましょう。ビル、ビルじゃないな、なんか遺跡みたいなものが突っ立ってんなこれ。あ、やばいやばい、変なところに向かって歩いてる。こっちかな。うわー、でもこんな、もうこんなとこ来たら嫌だよ本当に。不安でしょうがない。そりゃそうなんだが。うわー、敵じゃん、どう見ても敵じゃんこれ。これはさっきの天使に連れてってもらった方がよっぽど幸せだった気がするな。おっと、もう一匹。目標確認。目標？お、なんか知らんが助かったようだ。スーツのとこ、なんだこいつ、スーツなのか改造人間なのか。あ、でも悪魔は消えてった。少年、死にたくなければ手を取れ。え、一回うなずいてみる。
手は取るんかい。選択肢いらんやろこれ。こうよくたまにあるどっちでもいい的な選択肢ね。なんだ、どうなってる。まさか。まさか、ダサいスーツ着せられちゃったよ。覚醒した、何かに覚醒したみたいだね。まだ、なんか2匹残ってんじゃん。残り、え、ついていけないよ、お前すげえな、純能力あるな。手からビームが急に出せるようになったことに驚きはないのか。古き神の姿、ナホビノに戻った。ナホビノ、神に引き裂かれた知恵と生命に汝らは協力し、未来をつかみ取らねばならぬ。光を目指すも闇を望むも自由だが、いずれ天と地を超えた地で愛が見える。その日まで、その力を持って戦い抜くがよい。お、急に力を渡されて髪まで伸びちゃって。でも前髪は七海くんですね。少年、少年、君は私の武器、ナホビノと呼ばれる存在になる。はいはいはい。体は私をベースにしている。意識は知恵である君の領域のよう。なるほどね。君の意志に従い共に戦おう。え、あ、結局あいつと合体したって形になったの。合一心って書いてあるよ。はい、プレスターンについて。敵味方の行動は画面上にあるプレスターンアイコンと呼ばれるアイコンで管理されます。プレスターンアイコンは1回行動すると1消費されます。スキルの中から行動を選んでみましょう。スキル、はい、スキルを選ぶと攻撃回復補助が可能です。スキルズの中にあるアタックは MP 消費がいりません。それ以外の行動は MP を消費します。あ、なるほどね。ジオは使うのね。まあでもアタックしかできないのでアタックあんま減らねえな。相手の方が攻撃厳しくない？はい。で、スキルにはそれぞれ属性があって、悪魔には弱点の属性が存在します。弱点属性で攻撃すればダメージを与え、さらにプレスタンアイコンが点滅します。あ、弱点攻撃で属性で攻撃すると自分のターンが一旦増えると。はい。で、まあ、ジオを打てばいいんですかね。雷属性でウィークだからアクションが1回追加されたとってことですね。じゃあこれでどうしようか。もう1回打つとさすがに2回は増えないと。じゃあもうアタック一発でいけるかな。じゃあもうこれで終わりでしょう。はい。あ、初期レベル3から4に変わったのか。はい、レベルアップしました。前髪ななみくん、はい、伸ばしたい能力に、あ、割り振ってください。力、体力、魔力、速さ、うん。あー、なるほどね。こういうやつね。まあどうしてもね、こういうの見るとね、物理に振りたくなるんだよね。まあちょっとまだシステムとかね、魔法の威力とかもよくわかんないのでね、まあちょっと後々考えながら振っていこうと思います。今の何ですか。君を狙った悪魔だ。いや、この力のことを聞いてるんですが。そしてここは今は魔界と呼ばれている。今は魔界と呼ばれている。とりあえず現代とは違うんだってね。魔界ですか。魔界、それは悪魔たちが住む世界を呼称した言葉だ。なるほど。君も先ほど見ただろう。
古の神々とその眷属は悪魔と呼ばれ、この世界に住んでいるのだ。はいはいはい。だが聞き方よ。私、人造魔人青髪が君を助けよう。人造の人造は神が作り師なんでね。私たちはナホビノと呼ばれる存在となった。この体であれば悪魔と戦い進むことができる。なるほど。安全な場所にたどり着くまではこのまま進むとしよう。聞き方の癖よ。この世界を把握するためにまずはここへ向かってほしい。お、目的地が示されましたね。さあ、プラスボタンでミニマップよりも広域な地図が見れるようになったと。ああ、なるほどね。で、とりあえずここに向かえばいいってことだよね。オッケーオッケー。ちょっととかね、まずね、早速死にそうなんですけど、アイテムとか持ってないですか。アイテムな、生徒手帳は忘れない。学生の鏡だ。あ、ジャンプできる。